はい、どうも、マスターランクのお茶と申します。はい、とうとうマスターランクなれました。いやー、ほんと長かったですね。たくさん苦労したこともありました。でもやっぱり努力は報われるって本当なんですね。見てください、マスターランクです。本当に苦しかったんですけど、無事にマスターランクなることができました。で、今日の動画はその配信中にマスターランクになったんですけど、その最後のね、勝ち確の場面で喜びすぎて暴れちゃったんですよね、俺ね。で、いろんなものが落ちちゃって配信が途中で切れてしまったんですよね。なので最後の方まで見れてないんですよ。なので、そのあんまりなんだろう、何も考えてなかったんですけど、その俺の解説みたいな感じのやつと共にリプレイを最後まで見ようと思います。はい、ということで、ここですね。これ、見てください。はい、マスターランクになりました。この試合で、最後の勝ち確の場面で、暴れちゃって見れてなかったんで、本当にゲロ吐きそうなぐらい緊張してたんで、本当何も考えてないんですけど、何も考えてなかったんですけど、俺の解説みたいなやつと共に見ていこうと思います。いや、本当に嬉しいですね。ずーっと SSS と SS ループしてて、ちょっと勝ち方を掴んだんですよ。で、そっからメキメキとランクが上がって、一発でマスターなれましたね、昇格戦。結構昇格戦落とすかなと思ったんですけど、まあ、まさかの一発でということで。本当にこの試合は緊張してました、マジで。なので、本当に、ただの本当に手癖で戦ってた感じですね。何も考えてなかったです。あと昇竜拳がめちゃくちゃ多いですね。人はね、緊張すると昇竜拳しか打てなくなるんだよ。こうやって見るとさあ、ここの投げとかね、これもすごい緊張してる。で、ここ昇竜拳、とりあえず昇竜拳こすってました。こうやって見るとあれですよね、なんか、なんだろう、緊張してたんだけど、その、何、そんなに動き悪くなかったのかなって、体育もしっかり出てますしね。これとかね、これすごい緊張してるの分かるでしょ。あんなとこで普通投げ漏れないですからね。見てください、ちょっと。このボタンのさ、この、あ、これでも 1P か。俺 1P 見てたかも。でもだいぶ俺の方もボタン荒ぶってますよね。本当に緊張してて。でもこういうなんか細かいところとかはね、しっかりミスなくできたかなと。で、この画面弾いた時、もう終わったと思いましたね、俺ね。しっかり勝利拳。なんかね、緊張してて何も考えてなかったからなのか知らないですけど、反応速度だけはめちゃくちゃいいんですよ、この試合。ノーブルストラテジー全然通してないですからね。対空も出しまくってるし、こんな感じで。基本全部、A 昇竜で落としてるね、ちゃんと。あそこ落とせてなかったら多分、なかったですね、マスターランクは。で、こことかもね、普段2ヒット確認できないんですよ。こことかももうめちゃくちゃ、集中してましたね。なんか、逆に緊張して、何も考えてないことによって、普段やってることとかの、なんだろう、精度が上がるみたいな感じなんですかね。で、これで無事マスターランクになることができました。はい。ということで、何も別に解説らしいね、解説とかもできてなかったんですけど、とりあえず皆さんにマスターランクになれたよっていうのをお伝えしたいなって思って、この動画を撮りました。なんだろう、本当に、マジで応援してくれた人のおかげだと思ってるんで、そういう人がいなかったら、絶対俺折れてたんで、途中で。本当に、冗談抜きで涙流しながら格ゲーやってたんで、俺。で、考えたけど、結果が伴わなかったとかで、ずーっとそういうの繰り返して、やっと、マスターになることができました。なので、皆さんも、諦めない。折れない心、僕が実証しましたから、折れない心を持って、しっかりとね、格ゲー
やっていけば絶対に上に行けるんで、僕が保証します。絶対です、これは。なので折れなきゃ絶対にみんなマスターになれます。ということで、以上今日の動画でした。ご視聴ありがとうございます。